今年から全国で運用が開始された熱中症警戒アラート。熱中症による危険度が極めて高くなる際に発表されます。こちらは近年の熱中症による緊急搬送者数のグラフです。こちら6月頃からこの救急搬送者数が増え始め、7月と8月が特に多くなっているのがわかります。また、 毎年のようにこの熱中症による救急搬送者数が増えているのも特徴です。そもそもこの熱中症警戒アラートですが、暑さ指数というものを使います。この暑さ指数は湿度が7、日射や副射熱が2、そして気温が1の割合で計算されます。この暑さ指数は、ほぼ安全から危険の5段階にわたって発表され、この数値が 33以上になった場合に熱中症警戒アラートが発表されるんです。この熱中症警戒アラートは前日の夕方5時、もしくは当日の朝5時頃に発表されます。今までは気象庁が高温注意情報として発表していたんですが、それに置き換わり普通の気象情報と一緒に発表されます。また、この高温、 熱中症警戒アラートの特徴としては指数の他にも具体的に取るべき熱中症に対する合同も書かれているのが特徴です。こちらは環境省のページです。環境省のページを見ると色別に細かく見ることができます。これらも活用しても細かく地域別にどこが安全なのか、もしくは勤務先やお住まいの地域が安全なのか、こういったことも見ることができます。そして実際に 熱中症警戒アラートが発表された際、メールによる案内も行われるようになっております。これらの情報を活用し、しっかりと熱中症対策を行うようにしましょう。では、何を行えばいいのか、こちらです。まずは、暑さのピーク時間帯を避けることです。具体的には、午前10時ろから気温が上がり、午後2時ごろが暑さのピークと言われています。この時間帯を避けるように行動してみてください。そして、 服装も変えてみましょう。通気性の良い,い、例えば、綿や麻の素材など、そういった服装を選ぶことも大切です。そして、無理せずエアコンを使いましょう。そして、不要不急な外出は避けるのもとてもおすすめです。そして、外出をする際には、日傘や帽子を使うことも有効になります。そして最後に、喉が渇く前に水分補給を行うようにしましょう。 今年の夏も暑くなると予想されています。しっかりと暑さ対策を行ってください。